本当か本当、間違い間違いない。あなくな、お父っつぁん。え、ちょいと中のぞ。あ、お父っつぁんに水たまりがある。落語のテーマっていうのはごく当たり前の人間の奥底、嬉しいことも悲しいことも悔しいことも、こういうものを笑いにして皆さんに楽しんでいただく。ですからテーマっていうのは人の心だと思うんですね。貴様、何ということをするんだ。柳家三協といいます。噺家、落語の始めて55年でございますからね。落語の魅力というのはやっぱり年齢関係なく、もちろん性別関係なく、どなたにも理解していただける、それがまあ魅力ですかね。Rakugo's roots go back 500 years to the Warring States period, when samurai were fighting all over Japan. Warlords employed jesters to tell amusing tales and ease their stress. This was one of the roots of Rakugo. The Edo period began in the 17th century.As peace continued to prevail, Rakugo was refined into a chic culture. One performer sits on stage with no set and tells a variety of stories with punchlines that make people laugh. Nowhere else is there a narrative art quite like this.何もないからこそ表現できることがたくさんにありますですね。まあお聞きになっている方の自分の世界で想像していただける。ですからシンプルなほど面白かったり、シンプルなほどまあ悲しかったりというのが300年400年の歴史の中で作り上げられてきたことなんだなと思いますですね。Why has this simple theater art?Fascinated people for so long. お客様と演者とが共有できる、それは言葉であり感情であり景色であり、全てのことが共有できて一つの落語を作り上げていくわけですから、決して話し方だけの力ではダメだし、お客様もお客様だけの自分のこだわった世界だけでは楽しむことはできない、共有できるって、それがやっぱりいいものを作り上げていくっていう感じがしますですね。Let's see how the performers create their world and what the audience gets from it. ねえ、お父っつぁんさ、天神様のお参り連れてっておくれよ。ダメだよ。おめえは連れてきゃ必ず屋台の前でもってあれ買ってとかこれ買ってとかだだこねんだろ。だダメだ、んなこと言わねえでさ、あれ買ってとかこれ買ってとか言わねえよ。いいこといるから連れておくれよ。何言ってやんで、おめえがいい子でいるっていい子でいた試しがあるかよ。ダメだ、んなこと言わねえでさ。ねえ、じゃあなんだぞ、天神様のお参り連れてってやる、その代わりに屋台の前でもってあれ買ってとかこれ買ってとか言わねえ、あれ買ってとかこれ買ってとか言わねえ。約束できる、約束できる。本当か本当、間違い間違いない。本当かよ、本当に約束できるんだな。うん、じゃあ連れてやら、ささ行こうな。
あの金棒見てみろ、あの子あの子、え、お父さんとおっかさんの間にぶら下がって、よいよいよい、よいと暮らしよう、なんて持ち上げてもらって喜んでる。かわいいね。子供はな、ああやって素直でなきゃいけねえんだぞ。じゃあお父さん、あたいにもよいよいよい、よいと暮らしようやって持ち上げておくれ。なんか生意気なこと言ったって子供だよ。よしよし、やってやるって、手貸してろ、いいか、しっかり捕まってろ、持ち上げてやるから、行くぞ、ほら、よいよい、よいしょ、ほら、よいとこらせと、ほら、よいとこら、よいとこら、よいとこらせと、お父さん、無邪気だねって、ふざけんだね、この野郎、無邪気だねって、親からかやがって、お、人が出てきたぞ、迷子にならにしっかりお父さんにくっついてな、大丈夫だよ、迷子なんかならしねえよ、わあ、たくさん人が出てんね、わあ。お店もたくさん出てんな。あ、わたあめ、いいな。あたいさ、今日あれ買ってとかこれ買ってとかだだこねねえだろ。いい子なんだからさ、ご褒美に何か買って。この野郎、始まりやがったな。あ、お父さん、あんなとこ団子屋さんが出てるぜ。珍しいね。何言ってんだよ。ねえ、団子、ダメだよ。団子、団子、団子、団子があってと、こんなやる、おんって大きな声出すんだよ。分かったよ、買ってやるよ。シンプル、何にもない。お客様も何にもないところで自分の世界作ってるわけで、私も何にもないところで自分の世界をお客様に提供している。それがうまいこと、まあ、ピタッと会った時は飛び跳ねて帰りたくなるような、そういう嬉しさはありますね。年に1回か2回は共有した空気をお客様も感じますから、また聞きたい、あの感覚をもう一度自分は味わいたいっていうんで、寄席へ来てくださったり落語を聞く機会を持ってくださることがあるんじゃないかと思いますね。おい、ありがとうありがとう。あー、垂れていきな。本当にもう子供が食うのにこんなに蜜つけちゃったんだな。はい、食べな。やだよそんなの、お父さんみんな蜜舐めちゃったじゃねえか。分かったよ。大きな声ですね。Rakugo's a stage art refined over a long period of time. Today, there are over 1,000 Rakugo storytellers and 500 Rakugo stories. How do they convey the humorous elements of each story? Let's see their polished skills. The invisible becomes visible. Ah, 疲れた疲れた。冗談じゃねえ。きゃーた。疲れたねえ。あれ？ごめんよ。へい、あ、わらどういらっしゃいまし、どうぞ。何にいたしましょう。そうだな、酒2本、うん、それとね、マグロの中トロの糸があったらちょいともらうかな。へへ、どうもお待ちどうさまでございます。へい、おう、ありがとうありがとう。へえ、ありがてえね。まあこういう時はな、酒が一番だよ、なんつったってね。へへへへ。うめえね。マグロの刺身とね、わさびをたっぷりつけてはね、なんとも言えねえや。あ、うん。うん、あ、なん。あ、はははは、いけねいけね。わさび効いたか、目に涙ってやつだよ。お、おやじ、いくらだい。一種ではさな。一種かい？いた、ちょっと待ってくれよ。一種だとこっちの方になるな。じゃあ一種な。いくよ。
どうもありがとう。あれでやれで酒や酒酒酒。あれなんで、あきれ、あ雨だよ、これきれ。これきれ。あ冗談じゃねえ。なんだこのうちは。ああ侍のうちか。刀の手入れしてやんな。体操らしいね。お、雨も上がった。やがったやった。災害か。そば。あ、ちょうどや。おう、そば屋さん。一杯もらおうかな。へいへい、ありがとう存じます。なしゃなきゃ寒いな。まったくでございますな。へい、どう、親方、お待ちどうさま。もうできたのかい？ありがてえで。じゃあ割り箸だ。へい。おー、いい匂いだ。ありがて、ありがて。また蕎麦が細いね。蕎麦細くなきゃいけねえやな、これな。あ、またごちそうさま。いくら？16文でございますか。16文。あ、ちょいちょい、だって銭は細けんで。はい、よっしゃよっしゃ。ひふみよ、ちょっと。あ、いや、16文ね。高級。どうもごちそうさま。あれてれて。おう。おくろ、今帰った。なんだね、熊、お前はこんな遅くに。早く帰ってこなきゃダメじゃねえか。おくろ、とにかくね、今日はね、仕事忙しかったんだよ。俺はもう今日はもう寝ちまうからな。じゃあおふくろおやすみ。おい、クマや、クマ。もう寝ちまいやがった。The Rakugo Storytellers continue to seek the essence of their art.落語とか落語家、いわゆる話家は一代限りです。その人の作り上げた芸はその一代でおしまいです。例えば私がやって、例えば他の自分の弟子にでも教えますね。でも全然違うものになります。人間っていうのは個性がありますから、その個性を潰してまでその芸を継承していくっていうと、かえってそれは面白くなくなってしまうんですね。ですから落語の場合は継承する芸ではない。一代限り、その人が亡くなればその芸は終わりという芸ですね。Finally, enjoy the polished techniques delivering the climax of Hatsu Tenjin.お父ちゃん、あんなとこタコ屋さんが出てるよ。ねえ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 、タコ屋さん。タコ、タコ、だろ。大きな声を出すなって。だからおめえ連れてくるの嫌だってそう言ったんだよ。その、ほら見ろおめえ、賽銭がなくなっちゃったじゃない。あいや、ここ、何？どっかでタコあげてくれ。あそこ人がいねえよ。しょうがねえね、本当に。分かった分かった。じゃあタコ持って、タコ持って。こっちだってんだよ。お父さんどっち？こっちかい？いや、そうじゃねえ。こっちだってのが、こっちで、どっちだよね、こっちかい？シャッ、そーっと、そーっと、上がった上がった。うわー、お父さん、本当だ。うわー、お上手お上手。一度で上がった。当たるめえだ、お父さん。子供の頃からタコあげちゃうから。うーら、一番だ。うーら、どん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 上がってか。おー、もっと高くなったらおめえに持たせてやるから。ほら、うわうわ、本当だ。お父さん、お父さん、ねえ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 、糸持たして、ねえ、糸持たして。うぜえな、この野郎。
あっち行けあっち行け。こんなものはな、子供がいじるもんじゃねえんだよ。ってんだよ、あたいに買ってくれたタコじゃねえか。こんなことなら親父連れてこなきゃよかった。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうぞお気をつけてお帰りくださいまし。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとう。